はい、カイト君です。カメラ宮下です。普段、いろいろな人に教えながら活動資金を得ているカイト君を、サポートしよう企画として、はい、リンゴルフ視聴者の沙織さんが来ていただいて教えてもらおうという動画を上げさせていただきま す、はい、インスタグラムにカイト君に DM 送ってレッスンしてくれと、よかったらしてあげてください。今日のテーマは何ですか、沙織さん。アプローチの距離感、はい、残り20ヤードぐらいのアプローチ寄せたいです。はい、ですどんな球が出ちゃうんですか、お悩みとしては。なんかショートしてしまったりとか、オーバーしてしまったり、距離感がちょっと合わなくて、なんか多分どこに落としてどういう風に打つかっていう明確な自分のビジョンがなく打ってることが多いんです、はいはい、なのでこういう時はどういう風に考えて打ったらいいかとかを教えてもらいたいです、はい、じゃあ一回グリーン行きましょう。はい、はい、でも70代なんですよね。18ホール中14ホールは乗るから、うん、上がり あと4つぐらいでパーを拾いたいって話なんです。あ、だからあその今ぐらいの距離だったらカップが見えるじゃないですか、はい、でピンも分かりやすいじゃないですか、はい、そしたらイメージですよ、ここからどんぐらいか、こんぐらいの丸があると思ってください。ここに大きいカップがあると思って、はい、こんぐらいの大きいカップがあると思ってこの丸の中にボールを入れるっていうイメージをまず持つことです、はい、なのでまず1メートルの円の中にボールを寄せる練習っていうかそういうイメージを持つことが大切です。でそんな沙織さんがそのイメージでどんな球を出すのか見ましょうか。はい、見てみましょう、はい、円の中に寄ればいい、寄ればいい、はい、寄ったいいじゃないですか。それもすごいです。まあ今本グリーンじゃないんでちょっとあれはありますけど、はい、あれでいいんですよ。ああいうことです。僕が言ってるのはカップだけを見るんじゃなくてカップめっちゃ見てました。そう、そういうことじゃなくて、はい、カップじゃなくて大きいカップがあってその円の中に球を入れるなり寄せるっていうイメージ、はい、そういうこと、そういうことです。あ、ちょっとそしたらこういう場合だと、うん、今手前からもありですよねって話をしたから、うん、手前から足を使うっていう選択があると思うんですよ。多分一般アマチュアで多いのがカップがピンがあります、あそこに寄せなきゃいけないですって言ったら多分こうやってあ、僕それこういう球でいっちゃうと思う。僕それこういう球でいくのって距離感は合わない、急にスピンが入ったり、うん、逆にスピンが全然入らなかったりっていうケースが多いと思うんですよ。なのでこういうぐらい距離のアプローチは基本的にはもう、まあ、プロの試合が見てても分かると思うんですけど大体の選手は転がしアプローチです。おー、すごい。あれで OK なんですよ。スピンなんかいらないし球の高さなんか必要ないんで寄ればいいんで、寄ったもん勝ちなんですよね。だからより簡単に寄せましょうっていうお話。何です、なんかもっとさ打ち方とか教えてよ。イメージで終わっちゃうとさ、はいはいはい、悲しい打ち方ですよね。じゃあ前からお願いします。はいはいはい、ボールは基本的に常に胸の目の前、うん、足をボールは常に目の前なんで、でこうやって構えようがこうやって構えようがお任せします。その辺は胸の前です、うん、胸の前、構えた時の胸の前で、これは僕なりの打ち方なんですけど、僕は足の距離感を狭めます。球を転がしたい時はこんぐらいです、足に幅って。それでちょっと左向き気味でカットボールで打ちたいんで、ここからあとはあそこに落とすためにはこんぐらい、でも全然もう腕の角度も手首の角度も変えないイメージです。上げたまま落とすぐらいのイメージです。構えて打つ、まあ、クリングってどの辺なんですか。例えばこうちょっとこうアウトに上げるとか、そういうイメージとかありますか。クラブは絶対にピンの方向を指してるので、はい、指してるんで、そこに対してストレートに引くイメージ、ストレートに引いて出してる。ピンを狙っちゃいけないっていうことですか。そうです。ピンを見てだけじゃダメってことですね。そうです。周りをもっと見て、これがもし3打目であれば、パー4の3打目であれば、はい、どこだったらパーを取れるかな、はい、
どのラインだったらパーを取れるかなっていう意味でちゃんと見に行くべきだと思います。いいですね。ちゃんと当たる。あれ。なんかすごい楽になる。なんか1メーター以内でいいんだって思ったら今ちょっとすごく楽に打てる。ですよ。カップに寄せなきゃって思うと難しいですよ。逆にこの1メートルの円に寄せようとか、1メートルの線に近づけようと思えば、多分アプローチはすごい簡単になると思う。今思ったのが、はい、ね、いや本当はこう打てとかも聞きたいんですけど、このここに1メートル周辺に寄せようってするじゃないですか、はい、そしたらここ見るようになった、はいはいはい、カップとピン見てたらピンしか見てなかったから、はい、ピンの周りすら見てなかったんですけど、はい、1メートル周辺って言ったらあこの辺からかなみたいな、そういうことですなった、はい、動画撮ってて、そういうことです、ね、それを言いたかったの、はい、それが言いたい、僕日本語下手なんで、ちゃんと僕はあのすいません、これだけ教えてください、すいません、リンゴルフオープンの時はちょっとはしょってるかもしれないんですけど、はいはい、試合の時は、はい、まずアプローチするところから、こっちから見ます、はい、僕がさっきの打ったところからアプローチするんだったら、うん、まずこっから見て、うん、しゃがんで、グリーンの傾斜を見ます、うん、あ、右側が高いんだな、ちょっと右側そこのマウンド越えたら下ってるんだなと思ったら、あーはい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 、球はこんぐらいの高さでみたいな、この辺に落とせばあまあ大体寄るだろうな、すげえアブノーマルなことがなければここに落とせば寄るだろうな、よしここに寄せるためにはここからあそこまで何歩だろう、あここからあそこまで17歩か、16歩から17歩、18歩ぐらいの距離感こんぐらいだなって、まあ自分でそんぐらいあるんでこんぐらいだなってポーンってアプローチして寄った寄らないをやるんですよ。だけど多分一般アマチュアの人はあそこ、そこ、よし、あ、寄らない、納得納得納得、それ強い、それ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 、なんで今のが強いんだ、うん、寄ったら俺天才、そう、寄ったら天才になっちゃうだからちゃんと考えてあれを成し遂げるための過程を気にしましょうってことです、うん、沙織さん分かりました、はい、すごいあのイメージが、はい、私が考えてたイメージと、うん、やっぱり突っ込みすぎてましたね、そのピンに向かって打とうとしてたのでそれがいけないってことが分かったので、やっぱりもうちょっと気持ちを楽に 1m 以内に寄るようにって考えて打てばミスしても、あ、1メートル以内のそこだったからって思えるからすごくいいと思います。はい。はい。はい、それでもう一個ちょっと余談いいですか。いいですよ。今、うん、ちょうどあの時計型の GPS とか、そうこれとか、あとはレーザーとかいろいろあるじゃないですか。皆さんそれを見てピンまでの距離、例えば130ヤードだったなと思ったら130ヤードと思って130ヤードのクラブで130ヤード打っちゃうんですよ、はい、それってピンまでの距離だから、もし仮にいい当たりしました、ちゃんと130ヤードに落ちました、確実に奥行くんで、逆にちょっと噛んで、あやばい弱いかな、あれ行ってみたら意外と地形じゃんみたいなことありません？あります。それはもうそのことしか考えてなさすぎるんですよね。130ヤードだったら130ヤードだけど、実際グリーン上に落ちてから前に転がってるランを考えなければもうしっかりとした距離は残らないんで、僕は130ヤードでしたら125ヤード、123ヤードか125ヤードを落とすぐらいのイメージでいいと思います。僕はじゃあ勉強しましたんで、はい、ヒロさん田中さん、ヒロさん田中さん見てますかこの決め台詞がどこまで効いてるのか謎ですけど僕もあんま多分なんか、ね、あんま聞いてないと思うね、しっくりきてないよね、はい、また考えましょうそれは、はい、そうですね、はい、じゃあ、カイト君を、レッスン受けたいという人は、インスタグラムでカイト君レッスンしてくれと言ってください。時間があったらどこにでも行きます、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。